ストレッチアマルは、かつて日本の東海汽船で就航していた、河脚船、姉妹船に、小賀、沢原丸がある。1978年より、フリージアマルに代わり東京、三宅島、八丈島を、結ぶ八丈島航路に就航。また、従来は、フリージアマルが就航していた小笠原航路の小賀、沢原丸のドック期間中の大船も1986年1月28日から、 就航した。全部と後部にトムソン式デリッククレーンを一機ずつ装備しているのが外観の大きな特徴である。また、臨機応変に配線を変える東海汽船では珍しく引退するまで八丈島航路のみを務めた。東海汽船フリートでは初めて可変ピッチプロペラとフィンスタビライザーを導入。また1981年に東大工学部 犬井上宗男名誉教授と川崎重工の共同開発した川崎式船ビタンバルブの装備船第1号になる。新造時と比較して20.3ノットの高快速力で約5%の馬力節約が認められ、逆に同じ馬力で走らせると0.25ノット速力が向上した。2002年5月15日の航海をもって退役後に大規模な改装を経て、 戦隊ブロック運搬船、常秀丸として、日本と中華人民共和国を結ぶ航路に就航。その後、2012年に解体された模様。ありがとうございます。